日本共産党の倉林明子です。ただいま議題となりました地域包括ケアシステム強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案について日本共産党を代表して以下厚生労働大臣に質問します。安倍政権の5年間医療介護は負担増の連続でした。介護サービスの利用料に3割負担を導入するとした本法案にこれ以上の負担増はもう限界だと不安と憤りの声が広がっています。医療では70から73歳の窓口負担の2割への引き上げ、入院時の食費、水光熱費の負担増、高額療養費の負担上限引き上げなどが実行に移され、介護でも2割負担の導入、施設の食費、居住費に対する補足給付の対象の絞り込み、高額介護サービス費の負担上限引き上げなど、負担増が波状攻撃のように強行されてきました。加えて2013年度から2017年度の5年間、物価指標が 3.8% 上昇する中で、年金はマイナス 0.9% の引き下げでした。その差マイナス 4.7%、 まさに大幅な目減りです。医療介護の負担増に加えて年金削減によるダブルパンチが高齢者世帯を直撃しております。衆議院での質疑で社会保障の負担は制度の持続可能性を高める観点から負担の見直しが必要と総理が答弁されています。今後も負担増を続けていくということでしょうか。明確にお答えください。介護の利用料は2015年に所得160万円以上の負担が1割から2割に引き上げられたばかりです。3割負担の導入は2018年とされており、わずか3年間で負担を3倍化するやり方には社会保障審議会の介護保険部会でも異論が噴出しました。政府は負担増の対象は現役並み所得者に限られるので影響は少ないとしていますが、例えば要介護3で平均的な居宅サービスを受ける人の利用料は1割から3割への引き上げで月 2.9 万円、年間34万円も引き上がるのです。家計への打撃となり、必要なサービスの抑制につながることは明らかではありませんか。介護離職はこの10年間で105万人を超え、介護自殺、介護心中などの悲惨な事件が後を絶たず、介護基盤の再建拡充は国民的な課題といっても過言ではありません。ところが安倍政権は2014年、特養ホームの入所を原則要介護3以上に限定する法改定を行いました。2014年時点で特養待機者52万人が16年4月時点で29万人に減ったとしていますが、その要因の一つがこの制度改正にあることは明瞭です。待機者の列から外された人たちについて政府は追跡調査や受け皿の確保を行ったのか、入所抑制や介護度が下がったことによる対処など影響は出ていないのか把握しているのでしょうか。本法案に盛り込まれた財政的インセンティブ改革は自治体の要介護認定率などの違いを見える化し、給付適正化の努力をした自治体に優先的に予算を配分するというものです。この財政措置は、新たな交付金によって行うのか、それとも調整交付金を使うのでしょうか。追加財源なしに調整交付金をインセンティブに使えば、給付適正化の努力が評価される自治体は予算が増えるものの、努力が足りないとされる自治体は予算が減らされ、事実上のペナルティーとなるだけです。こうしたやり方は、結局サービス利用の抑制競争を招くことにつながります。介護保険部会では、要介護認定を抑制する水際作戦になりかねないという声が出され、
日本社会福祉会など、福祉士会などの専門家団体からも、要介護状態を悪とする偏見を助長するとともに、適正なサービス利用を阻害し、安心して介護サービスを利用できなくなる恐れがあるという声明が出されています。これらの懸念に政府はどう答えるのか、答弁を求めます。政府は、インセンティブ導入には公平な指標を設定し、適正なサービス利用を阻害しないようにするとしています。しかし、現実はすでに各地で自治体が要介護認定に独自の基準を持ち込み、要介護度が低く出るよう仕向ける事例や、要介護認定を更新しないよう自治体が利用者を説得し、強引に介護サービスを打ち切る事例などが起こっています。認定率の低下や給付費の抑制をペナルティ措置までつけて競わせれば、こうしたローカルルールによる認定抑制やサービス切り捨てがさらに加速することは、火を見るより明らかです。大臣の認識をお聞かせください。介護保険でインセンティブの導入を予定している2018年度には、国保では都道府県単位化が始まり、保険者努力支援制度という新たなインセンティブが始まります。地域医療構想による病床削減、改定された医療適正化計画による給付費抑制なども2018年度、一斉に開始されることとなります。医療でも介護でも自治体に給付費抑制の責任を負わせて、インセンティブを導入すれば、自治体に際限のない社会保障費の引き下げ競争をさせることになるのではありませんか。本法案が導入する強制型サービスは、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法など、異なる法律体系に基づくサービスを、特例的に一事業所で提供できるようにするとしています。それぞれの施設基準に大きな違いがあるものを、単一の事業所で提供するとなれば、人員や施設の基準は低い方、安上がりの方に合わせられ、サービスの質の確保ができなくなるのではないかという心配の声が現場から上がっています。強制型サービスの人員、施設基準やサービスの質の確保についてどう考えるのか、説明を求めます。今回の法改正で、介護保険と障害福祉の事業所、資格、相談機関等を統合し、両者の垣根をなくすことで、介護保険と障害福祉の統合への突破口となるのではないかと、多くの関係団体から懸念の声が上がっています。政府が自立支援法、違憲訴訟団との基本合意を守る立場に立つのなら、対象や目的の違うサービスを強引に統合するのではなく、現行の介護保険優先原則を見直し、障害当事者の年齢にかかわらず、必要なサービスを保障する法体系の構築に足を踏み出すべきです。答弁を求めます。政府は我がこと丸ごとに地域福祉を転換するとしています。介護育児のダブルケア問題、精神疾患患者、がん患者、難病患者の在宅生活の問題などを引き合いに出し、従来の縦割り型施策の転換が必要だとしています。しかし、ダブルケアの問題は、介護施設と認可保育所を増設すること抜きに解消はできません。がん患者や難病患者の生活困難も、医療や介護など公的保障の充実によってこそ解決できる問題です。医療、介護、保育の公的給付の拡充、強化を抜きに、地域の助け合いを呼びかけても、住民生活の困難の根本的な解決にはつながらないのではありませんか。安倍政権は、社会保障費の自然増抑制を強行し続け、高齢者の負担はもはや限界を超えています。社会保障の解体につながる本法案は、廃案にするしかありません。
そのために全力を挙げて奮闘することを申し上げまして、質問を終わります。厚生労働大臣、塩崎康久君。倉林明子議員にお答えを申し上げます。社会保障の負担の見直しについてのお尋ねがございました。急速な少子高齢化が進行する中で、社会保障の給付と、それを支える負担の増加は避けられません。制度を持続可能なものとするためには、給付と負担についての負担の見直しが必要であります。所得の低い方々などには、きめ細かく配慮をし、十分な説明を行いつつ、国民の皆様のご理解を得ながら取り組んでまいります。3割負担の導入についてのお尋ねがございました。今回の法案では、介護保険制度の持続可能性を高めるため、世代内、世代間の負担の公平や、負担能力に応じた負担を求める観点から、現役並みの所得を有する方の負担割合を2割から3割に引き上げることとしております。今回の3割負担の導入については、対象は2割負担者よりも一層範囲を限定した特に所得の高い層であり、負担の上限額として月額44,400円を据え置くといった配慮を行っております。ご指摘は当たらないと考えております。特養の待機者についてのお尋ねがございました。特別養護老人ホームについて、平成27年4月から新規入所者を原則要介護3以上に重点化しましたが、それ以前から入所されている方は要介護度にかかわらず、引き続き入所することが可能であり、また、要介護1または2であっても、一定の場合に特例的に入所が認められております。厚生労働省においては、在宅施設サービスの整備を進めるとともに、入所申し込みの手続きの明確化を図っており、こうした取り組みを通じ、要介護1や2の方も含めて、必要な方に必要なサービスを提供できるよう取り組んでまいります。介護保険の財政的インセンティブについてのお尋ねがありました。本法案においては、市町村や都道府県に対し、自立支援や重度化防止の取り組み等を支援するため、予算の範囲内において、新たな交付金を交付する旨の規定が新設をされています。財政的インセンティブについては、審議会において、追加財源を確保した上で実施すべきとの意見や、ディスインセンティブも組み合わせた上で、財政中立で実施すべきとの意見もありました。また、自治体関係者からは、追加の財源により実施すべきとの強い意見もあり、こうした意見も踏まえつつ、今後、詳細を検討してまいります。財政的インセンティブが及ぶ影響についてのお尋ねがございました。市町村等に対する財政的インセンティブの付与については、取り組みの達成状況を評価できるよう、客観的な指標を設定することとしております。指標の設定にあたっては、適正なサービス利用の阻害につながらないことが大前提であり、アウトカム指標とプロセス指標を組み合わせること、アウトカム指標としては、要介護認定率の工程を直接用いないことなど、公平な指標について、関係者のご意見も伺いつつ、検討してまいります。医療や介護におけるインセンティブの導入等についてのお尋ねがございました。国保の保険者努力支援制度や、介護保険の財政的インセンティブは、自治体の予防健康づくりや、高齢者の自立支援、重度化防止に向けた取り組みを推進することを目的としております。こうした仕組みは、医療や介護が必要な方に必要なサービスを適切に提供することを前提としており、
これに反して社会保障費の引き下げ競争をさせるものではありません。強制型サービスの基準や質の確保についてのお尋ねがございました。本法案では、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉療法の制度に新たに強制型サービスを位置づけることとしております。強制型サービスの具体的な基準や報酬については、その質を確保することに十分留意をして設定される必要があり、関係する審議会などにおいて検討をしてまいります。介護保険優先原則等についてのお尋ねがございました。今回の強制型サービスの創設は、障害福祉サービスを介護保険制度に統合しようとするものではございません。また、現在の社会保障制度は、保険優先の考え方が原則となっております。障害福祉制度と介護保険制度の関係につきましては、審議会においてもさまざまなご議論がありましたが、我が国の社会保障の基本からは、介護保険優先原則には一定の合理性があるとされており、これを見直すことは考えてございません。ダブルケアの問題など、住民生活の困難の解決についてのお尋ねがございました。ご指摘のダブルケアの問題への対応や、さまざまな疾病を患っていらっしゃる方の生活支援のために、必要な公的サービスを拡充していくことは基本であると考えております。加えて、地域の助け合いや土台となる地域力を強化し、公的な体制による支援と相まって、個人や世帯が抱える生活課題を解決していくことが重要であると考えております。